からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は10月10日です。はい、半ば近くなってきたんですけれども、観光客の方も本当にたくさんいらっしゃるんですが、こうなかなか本当に日中涼しいなという感じにはなかなかならないんですね。はい、そして週末にはまた台風19号が日本列島に上陸するんじゃないかと心配なところです。今回は温暖化対策、日本は大丈夫ですかというテーマでお届けします。コメンテーターは気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんです。田浦さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また今週末、先週末も台風が18号がやってきました、はい、ね、あまり京都には被害はなかったですかね、はい、幸いという感じですけれども、はい、まあ、それでも全国的にはね、いろんな、そうですね、はい、被害がありました、はい、そうです。太平洋側は静岡とかいろいろあったと思うんですけれども、 そして、アメリカのニュースでも、あれなんて言うんですか、超もうこれ以上ないっていう強い風が吹く、はい、なんかニュースで、あ、そうですか、アメリカのニュースで日本列島に近づいているという超台風じゃなくて、なんて言うんだったかな、そういうニュースが報じられたというのが、はい、また日本のニュースになってます。なるほど、なるほど、はいはい、まあこれもやはりこの気候変動、ね、はい、どういうこう基本的にはやっぱり日本近海の海の海水の温度が高いってことが原因だと思うんですよね、はい、ですから通常であれば日本近海に台風が近づけば海水の温度が下がるので勢力が弱まるっていうことになるんですけれども、このところのね、台風ではなかなか日本に近づいても勢力が弱まらない、あるいは大きくなる、強大化するという、はい、というようなことになってますよね、はいはい、最近はその天気予報士さんも結構丁寧に説明してくださって、そうですね、海水温がやはり30度のところがこの真っ赤っかの部分で、はいはい、27度がどこまでっていうのが ね全部ね、はい、ニュースで出ますよね、はいはい、それでその30度のところを台風が通るとやはりその熱エネルギーで、はい、強大化するんだというふうな説明を聞いた覚えがありますが、そうですね、はい、でその表面の温度まで見えるのはいいんですけれども、はい、今は地球温暖化で海の深いところまで温度が上がってるっていうのがあるんですよね。大変なことですよね。そうですね。ですから以前は台風が一つ通るとですね、はい、海の水がかき混ぜられて海水の温度が下がってたんですけども、今は海の底の方まで暖かいので、ま、かき混ざってもですね下がらないということで、今回のように台風が連続してきて、その2つとも大きな台風になるっていうようなことが起こってるわけですよね。ああ、そうですか。もう台風もびっくりかもしれないですねそうなんですよね。やっぱりこう自然の摂理というか、さっきおっしゃったように本当はそういうふうにして、やはり数というのもそれから大きさというのも、近づいたら弱ま、陸に近づくと弱まるとか、いろいろこうあったそのシステム的なものが全然崩れてしまっていると。そうですね、まあ、本当に自然というのは微妙なバランスの上に成り立ってるんですけども、はい、それをまあ私たちが壊してきているっていうようなところなんでしょうね、はいはい、やはりその台風だけじゃなくって、はい、いろいろありますよね、まあ、地球全体で見ると、はいはい、まあ、気温が高くなるということで、もう本当にいろんな影響が起こっているということだと思いますね、はい、渇水もありますし、こうトウモロコシの実がこう成長しないとか、それからやっぱり豪雨干ばつまあ、人為的な原因なんですけどもね、はい、アラル海がね、もうなくなるとかそういうニュースもありますよね。あれはまあ、ロシアが、はい、農業でね、まあ、使ってる、あれもひどい話ですよ ね、はい、ね、
まあ、そういうふうに私たちはなんか自然をやっぱり壊し続けてきている、それも元に戻せないような、ね、破壊をしているっていうのは大きな問題でしょうね。そうですね、やっぱりこう自然というのはなぜそうなっているかというところをやっぱりよく考えて、それを形態を変えるっていうのはやはり あまり良い影響を与えないんだ。そうですね、私たちが生きている上で何らかの、ね、影響を与えるんですけども、できるだけその影響を小さくするっていうそのなんか努力は必要なんでしょうね。はい、まあ、そういうところでその対策というのは本当にあの世界中の皆さんが思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。待ったなしというそういう状況なんですけれども、そうですね、はいはい、今回はこの温暖化対策に関わる最近のこういろんなビッグニュースもありましたんで、はい、そのお話を伺いたいんですが、まずは先月開催されましたこの国連気候サミット、はい、これはあれですか、気候サミットって毎年やってるっていうそんな感じじゃないですよね。ね、毎年あるんでしょうね、はいはい、あの国連総会があってそれに合わせてのところなんですけども、注目度っていうのは点ではあの今年は本当に大きかった。特別でしたよね、はい、パンリム事務総長ですか、はい、直接呼びかけてあのディカプリオさんも参加をして本当ですね、はい、注目度が高いというか、はいはい、まあ、その国連気候サミットの中で非常に特徴とか良いニュースとかいろいろあったかと思うんですが、そうですね、まずこの国連の気候サミットどういうものだったかちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、来年、2015年の冬にですね、はい、あのパリでCOP21が開催されます、はい、でそこで非常に、ね、重要な、会議が行われて、そこで合意できるかどうかが本当にあの人類の将来をね決めると言っても過言ではないんですけれども、それに向けてですね、今回こう機運を高めようとみんなであの世界全体でねそこの合意を取り付けましょうよと、それに向かっていきましょうよというねためのステップの会議だったんでしょうね。そうですか、はい、非常にたくさんの国が参加したと聞いてますけども、あの当然国連の参加国は全て参加をするわけなんですが、はい、そんな中でもトップがですね、もう100カ国以上、はい、参加をしたということですね。そうですか、はい、日本からも安倍さんは行かれました、はい、安倍さんはどうするかというところでやっぱり参加したみたいな聞いておりますけれども、はい、それはやっぱりトップが参加しないとダメですよね。ですから細かい、ね、交渉する会議ではなくって、はい、各国のトップがこうしますよっていう、ね、宣言をし、それでみんなで前に進めましょうよっていう、ね、はい、会議だったっていうことです。そうですね、はい、やっぱりそのトップの方がその国の方向性を多くの前で宣言する、公言するということは非常に意味深いことですよね。はい、特に今回は内容のある発言をした国がいくつかありまして、はい、そうなんですか、再生可能エネルギー 100% にしますよとかですね、あ、はい、それデンマークとかですね、デンマーク、コスタリカとかですね。あ、そうなんですか、はい、デンマークはでももともと再生可能エネルギーのパーセンテージは、はい、で原発にも頼らないっていう国ですし、はい、今も原発はデンマークにはないんですか。ずっとないですね、はいはい、ただね、そこそこの国ですので、はい、本当にエネルギーも使ってますので先進国ですので、はい、それをでも 100% にしますよっていうね、素晴らしいですね、はい、あるいはもうカーボンニュートラルっていうことで、はい、2050年にはCO2 をね出さないっていうような国にしますよっていうね発言もありました。それはデンマークですか。いや、それはドイツとか、すみません、スウェーデンとかですね、アイスランドとかです。あらららら、はい、それはこう北欧の国々に固まっている。あ、まあ、ただですね、エチオピアとかもその発言をしたらしいんですね。あ、そうなんですか、はい、だから、まあ、北欧だけではないと、はい、はい、まあ、そうい こう国のトップがそんなふうにこう、まあ、お手本的に国の方向性を言ってくださるというのは非常にいいですよね。そうですね、まあ、方向性が見えますので市民も企業も、ね、自治体もそういうしていこうっていう、ね、決断ができますよね、はいはい、そして気になるその今ちょっとディカプリオがどうとかっていう話がありましたけども、はい、ディカプリオさんはいろんなこう、
非常に環境運動に熱心 で、 そうです、ね、どういう今回は発言されたんでしょうか。ね、細かいところまで覚えてないんですけども、まあ、ちゃんとやっぱりね、環境を守らないといけないという発言だったと思うんですが、あ、そうですね、はいはい、やっぱり、そういうこう皆さんが注目する方が言うっていうことが非常にやはり意味がただ彼は ね内容もあったと思うんですよね、はいはい、そうですね、はいはい、そして非常にこう評価できるというところがあったかと思うんですけれども、はい、それをちょっとそうですね、先ほど の、 いろんな国の発言も評価できる、非常に評価できるんですが、今回はやはりその2大 CO2 排出国、アメリカと中国が、はい、かなり前向きな発言をしたということだと思いますね。そうですか。アメリカはまあちょっと前からそういうこう機運というか何かがありましたけれども、ね、オバマさんはね、かなりやっぱり熱心ですので、はい、そうですね、はい、で中国もね、はい、やることはやってるんですよね、再エネとか、結構そうですよね、はい、太陽光発電とか結構大きい企業もありますし、はい、それから風力発電、中国のどっかでこんな風にしてますみたいな見たことありますし、そうですね、結構やってるんですか。そんな中で今回は、まあ、今まではもう本当削減っていうことは全くね発言なかったんですけど、今回は、はい、はい、もう目標を持つみたいなね発言も、目標を出しますよっていうことは明確に言いましたし、はい、はい、ですから、まあ、本当に、まあ、その2大CO2排出国が前向きなっていうことは世界にとっては、はい、まあ、希望の持てる会議だったんだろうなと思いますね。そうですか。その発言は来年の春までにはとか、はい、基本3月に皆さん出しましょうよというね、一つの目安があります。まあ、どうしてもっていう義務ではないんですけれども、はい、それに、まあ、間に合うように出しますよってことですよね。それはさっきおっしゃったその COP21 パリので議論で約束をするための、はい、提案ですね、各国の。ああ、そうですか、はい、だから、はい、各国が出し合って、うちは何パーセントします、うちは何パーセントします、そういうのを合わせて、合意をするわけですよね、はいはい、だから京都議定書のようなものを、まあ、作るということですよね、はいはい、その2大排出国、中国とアメリカが、はい、そんなふうにおっしゃったにもかかわらず、はい、まあ、それもね、言ったから全て万々歳かというと、それはまた課題はもちろんあるわけですけれども、はいはい、まあ、当然日本もそれに、安倍さんも、はい、安倍首相も参加されて、どんなことを言ったんでしょうか。はい、ちゃんとやりますよって言えばいいんですが、やっぱりその削減目標の提出時期については、触れなかったということですね。できるだけ早くみたいな、なんかお茶を濁したような、お茶を濁して、はい、感じでしたよね、はいはい、それからやっぱり資金の提供なんかについても今回は明確に言わなかったところがあります。そうですね、はい、一体何をするんだというところが、1万4000人途上国の人材支援を、人材育成の支援をしますっていうのは言ったんですけれども、はいはい、それはそれでいいことだと思うんですけども、はい、肝心のところに触れられなかったっていうのはちょっと、残念かなと思いますね。それはこう参加されている世界各国も、はい、その日本の姿勢というのに非常にがっかりしたというふうに聞いておりますけれども、それはあるかもしれませんね、はいはい、ちょっと私も直接なかなか聞いてはないんで、まあ、こんなもんかと思われた人もいるのかもしれませんね、もともと期待がなくて。あ、なるほど、そうですよね、まあ、いろいろあると思いますが、まあ、当然その、日本に対する期待には応えてないんだろうなというところですね。本当ですね、はいはい、そしてこれが今9月の話でしたけども、9月末には京都にアルゴア元アメリカ大統領、副大統領が来られた、はい、そうですね、なかなか、こういう方をいらっしゃるっていうのは難しいんですけれども、京都ではね珍しくアルゴアさんが来ていただいて、本当にこう産業界の方にね、メッセージが伝わればいいかなというふうに思うんですけれども、ちょっと私は行けなかったので、どんな内容だったのかなというのは気になるところでありますけれども。あ、そうですか、はい、やはり再生可能エネルギーへの移行が絶対必須であるということと、やはり化石燃料への依存というのを、これを、減らしていかなければならないという話を、そして原発はやはり非常に大きな問題を抱えてるということをおっしゃったかと思うんですが、ね、はい、不都合な真実をね、はい、作られたですね、方ですので、そういうメッセージは当然私たちと同じだろうなと思います、はい、そうですか、はいはい、まあ、そういう
ただアメリカのね、元副大統領がそういうことをおっしゃるっていうことは非常に、まあ、私たち気候ネットワークが言うよりも大きなインパクトがありますし、当然たくさんの、ね、方々が聞いていただいただろうなというふうに思います。でそれで自治体であるとか企業の対策が進んでいけばいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、やっぱりさっきの、ディカプリオさんと一緒で、はい、やっぱりそういう あの人がこう言ったっていうのはなかなかいいもんですね。そうですね、特に、はい、アメリカの方たちはミュージシャンであり、ね、役者であり政治家であり、その辺はいいことはいいってね、しっかりと主張されますよね。日本 の人も見習ってほしいなと。本当です、はい、はい、お話はまだまだ続きます。さん、はい、こう午前中結構 NHK なんかで国会中継が放送されているんですけど、はい、なるほどなるほど。そこで、こうエネルギー政策についてもこう熱心に議論、はい、質問してそれでやり取りするっていう姿を、まあ、見かけるんですけれども、今この気になるのが再生可能エネルギー、はい、この固定価格買取制度、あれが始まったのがあれ2012年の7月ですね、はい、もう2年ちょっと経ったわけなんですけれども、はい、これが今こう見直ししようというところですよね、はい、あれが気になるんですけど、はい、何が起こっているんでしょうか。当然ですね、まあ、この2012年にできた法律によってですね、はい、再生可能エネルギーが飛躍的に増えているっていう状況はあるんですね。あれは太陽光が42円からスタートしたんですか。そうですね、はい、キロワットアワーあたり42円で買ってくれるっていうね、はい、そういうそれも20年間というね、そういう制度だった、はいですね、はい、でそれで飛躍的に増えたということがあります。それはそれで成果、大きな成果なんですね。ところがある電力会社によってですね、まあ、それがこう増えすぎてしまって、その電力の安定供給に、支障をきたす、だから今申し込んでもその回答ができませんよっていうようなね、はい、言い方をして始めたのがつい最近。それは、ある電力会社で九州電力から始まって、ね、はい、あと北海道とかいくつかにも広がっていますけれども、はい、そうですか、はい、九州電力のお話によると、はい、その需要よりもそのバランスが供給の方が増えすぎるんだと、ね、太陽光による発電だけである時期の需要を超えてしまう恐れがあると。だから今実際についているもので超えていることはないんですけども、まずそのつけるときにですね、設備認定というものを出すわけなんですね。でその後電力会社に、系統の申請をするわけなんですね。でその、認定申請をしているものが非常に大きいと
だから今後できていくのを考えるとですね、もうこれ以上、九州電力の系統にその太陽光発電を、つなぐことが、できないというか、すごく、リスクが大きいということで今回の決断に至ったというふうに思います。受付をこれ以上受け付けません、はい、という話ですか。そうですね、はいはい、あの受け付けたものをはそれはもう約束ですので、つけていかれるっていうことはあるんですね。だからこれまだまだ増えることはあるんですけれども、はい、そのデンマークのお話がありましたけれども、はい、例えばそのエネルギーの供給源を、はいはい、全部そういう再生可能エネルギーにするということは可能です。可能ですか。はい、技術的には可能だと思います。ただ、はい、いろんなその制度の変革であったりですね、あるいはちょっとお金がやっぱりかかったり、それどういうふうにやっていくかっていうのはまだ課題は多いんですけども、技術的に可能であるのと、今回証明されたと思うんですけども、自然エネルギーの、潜在力はもうすごく大きいんだと。ね、この 2,3 年でその時期によっては太陽光だけで賄えるぐらい増えるんだということが分かりましたよね。逆に言うとですね、はいはい、ただそれをどうそれはその人の、はいマインドとしてじゃなくて、そのもうその実際に設置できるところが申請したら、それでついたらもうそれで需要を超えてしまうということが恐れられているわけです。それぐらいまで実行できる、はい、もう能力はあると、そのポテンシャルはあるということが分かったわけですよね、はい、はい、だからそれをどうやってうまく調整するかということだと思うんですよね。そしてはい、そういう時にエネルギーミックスをどのようにこうバランスをどういうふうにするかとい こう政府 の答弁というか、はい、その考え方は再生可能エネルギー 100% じゃなくって、その中にエネルギーの中に原発もあるという前提のもとにこうお話をされてると思うんですけども、はいはい、この前決まったエネルギー基本計画ですか、そこでは原発と石炭をベースロード電源にするっていうふうに書かれてますから ね、はい、でそれがあって、ただ再生可能エネルギーも増やしますよということをね言ってるんですが、ちょっとやっぱり僕は矛盾してしまいますよね。そうですね、はい、その再生可能エネルギーが増えすぎることへのマイナス面でその政府が言うおっしゃることは、その家庭 その電気料金がこれだけアップするとか、はい、結構そういうこととか、それから不安定になるっていう、こう結構そういう理由としておっしゃると思うんですけど、はい、それはどうなんでしょう実際に、はい、ですね、お金の面では一時的にはそれはやっぱりかかりますけども、やはり燃料費が無料か、あるいは非常に安くなるということで、実際に私たちの負担というのは将来的にはそっちの方がやっぱり減っていくんだろうなというのがねあると思います。で逆にその、原発なんかは非常に高いですし、石炭もこれからどんどん高くなっていくだろうということを見ればですね、再生可能エネルギーの方が実は、環境の面、社会的な面も含めるとですね安いんだろうなというのがあります、はい、それから不安定っていうのはいろんなレベルであるんですね。例えば非常に小さなレベルで太陽光発電をつけて、それが逆にこう系統に入る中でもう入らないよっていうような限界があったりですね、あるいは電力会社全体で調整がうまくいかないというようなこと、あるいはそこからこうやり取りをして、うまくいくかいかないかっていうのもあるんですけれども、それすべて技術的には対策は可能です。そうですか、はい、私の個人的な意見なんですけれども、電気料金がその再生可能エネルギーが増えることによって1000円増えても2000円増えても、はい、それは安全とか安心はい、をそれで買えるんだったら安いじゃないかっていうふうに思うんですけど、それは、価値観の違いだな、環境のため、命のため、健康のためなら出してもいいよっていう人と、いやでもやっぱりお金欲しいよねっていう人が、ね、いっぱいいるんですよね。あ、そうですか、わかりました、はい、さあそういう中で気候ネットワークとしてさまざまなこのイベント、それからフォーラムなどを、はい、主催されていると聞いておりますが、
そのお話をお願いします。はい、ですね、10月の28日火曜日午後6時半からですね、ウィングス京都ですね、そこで、はい、近いですね、はい、ウィングス京都といえば東、中京区東の東院、ね、はい、そうですね、六角上がるぐらいですね、そうですかね、はい、はいはい、そこでですね、なんと原発の温暖化もない未来を題するね、まあフォーラムといいますかセミナーですね、開催をいたします。で、はい、報告者はですね、グリーンアクションというね、まあ、反原発の活動をずっと続けてこられている、アイリン・スミスさん、はい、それからですねもう一人は私なんですけれども、参加費は無料ですよ、はい、はい、なんと田原さん、はい、はい、どんなお話しされるんですか。ですね、まあ、アイリンさんは原発の専門家ですので、アイリンさんのタイトルがですね、原発ゼロはね、温暖化ガス削減に、プラスマイナスっていうことですね、まあ、日本がですね、はい、原発で温暖化対策をしようというね、ことで来られたんですが、それはそうじゃないだろうというね、まあ、原発ゼロでも温暖化ガスが、ね、削減できるよっていうことをねおっしゃるんだろうと思うんですね、はいはい、で私は、脱原発と、まあ、温暖化防止がね両立できますよと。で一つね、まあ、日本政府が原発を温暖化対策に位置づけたために反原発の人の中で温暖化が嘘だとかいう人がいらっしゃるんですね。はいはい、はいはい、だから原発を推進のために温暖化だと言ってるって、それは嘘だっていうね、ただ、はい、そうじゃなくって私たちは原発も非常に危険だし持続可能でもないと、ただ同じように温暖化も非常に危険だし、もう これを放置していくわけにはいかないので、原発もなくて温暖化もない、ね、未来を作るためにどうしていくかっていうことをね、まあ話して、みんなで進めていこうよっていう話ですね。あ、そうですか、はい、これ、日にちと時間と場所をもう一度お願いします、はい、10月28日火曜日午後6時半からですね、ウィングス京都で開始をいたします。あ、そうですか、はいはい、非常に興味深いところなんですが、この原発再稼働も本当に、はい、進めんとすという、そういう経済産業省のこの、おじさんですか、はい、いつまその不安もありながらも、はい、就任された時のあれコメントと違うなっていう母として、なんかっておっしゃった言葉と、ね、はい、まあ、今その、はい、まあ、立場がありますからね、本当ですね、はい、なかなか難しいところなんですけれども、はい、そして市民発電所ですか。市民共同発電所。共同発電所。はい、ちょっとこう参加させていただいてる、発電のこう月々の報告っていうのが来るんですけれども、はい、順調に発電してます。順調に発電してますね。はい、8月なんかは雨が降って、はいはい、まあ、ちょっとね8月は減ったんですけれども、はい、9月は回復しましたね。あ、そうですか、はい、あれはその電力というのは関西電力が買ってくれてるんですか。はいはい、全部売ってます。そうですか、はい、そしてその何かフォーラムというかどっか近々されるんですよね。金沢でですね、はい、10月の24日と25日に、はい、開催します。そうですか、はい、はい、まあ、世界の国々の中でも日本は本当に何かこう化石賞をよくもらったりとか、はい、いろいろするんですけれども、どうでしょうか、こう明るい未来はあるでしょうか。それは信じつつ、信じつつ、はい、やりましょう、やりましょう、はい、わかりました。希望は捨てたらダメ。そうですか、はい、はい、こう田浦さんがやはりこう市民的にいろんな形で進めてらっしゃることがやっぱ実を結ぶという、そんな私たちだけではダメですけどね、はい、やっぱりいろんな相乗効果があって初めて実現するもんだと思います。そうですか、わ、はい、かりました、はい、この番組はストロベリーセブン近藤電業社、武田病院のご協力でお届けしました。